ノボチェルカスク市電は、ロシア連邦のノボチェルカスク市内を走る路面電車。2020年現在は、ノボチェルカスク市の単一企業体である、ゴルエレクトロトランスによって運営される。1954年1月22日に開通したノボチェルカススク市内を走る路面電車。翌1955年から1971年まで何度かの延伸が行われ、 1974年に実施された経路変更以降、2020年現在もこの路線網が維持されている。ソビエト連邦の崩壊後は、経済の混乱やモータリゼーションにより、厳しい運営を強いられており、ソ連時代に運行していた二両編成の列車は1990年代後半以降廃止され、2010年代以降も車両や施設の更新が滞った結果、 2017年には1日に稼働可能な車両が7両のみ、運行間隔も最短30分という事態に陥った。その一方で2004年には市内を走る環状系統の蛍光線が新たに設定されたほか、2018年以降は2度に渡る全系統の長期運休を伴う修繕工事が施行され、工術する新型車両の導入、譲り受けを含めた、 大規模な近代化が進められている。長期運休前の2018年時点で、ノボチェルカスク市電では、以下の4系統が設定されていたが、2020年現在は、修繕工事の関係で1.3号線のみ、運行している。新型コロナウイルス感染症の影響により2020年4月時点では、平日ラッシュ時のみ運行する状態だったが、制限解除により5月以降は、 通常のダイヤへ戻されている。これら以外に1971年からは4号線がラッシュ時に運行していたが1996年に廃止されている。開業時から1970年代初頭まではに軸車が使用されていたが、1974年以降はボギー車が導入されている。2018年以降は連邦政府の助成金をもとにした近代化の一環として、 部分超低床電車が導入されているほか、モスクワ市電で余剰となった車両の譲渡も行われており、2020年以降はこれらの2形式による営業運転が行われている。ありがとうございます。